皆さんこんにちはいつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます随分、えー、あったかくなってきましたねここ渋谷も大変春めいておりまして人手が結構多いです大丈夫かなと思いながら来ておりますがまあでも活気があって大変いいですよねはい、えー、2月20日となってまいりましたが、えー、いよいよですねお伝えしてました通りアメリカの金利がだいぶ長期金利上がってきておりますはい。 えー、今日はですねこんなようなお話をしてまいりたいと思いますがぜひあのーまあ、ラップだとか分散型とかいろいろ含めましてですね債券型の投資信託債券が多く含まれているものは価格が随分下がるんじゃないかと思います、えー、この辺を中心にデュレーションなんかについてもお伝えしたいと思っておりますあとまあユーロポンドオーストラリアドルが大変良い方向へ向かってますよね。 えー、オークションについて3回目の雑談になります後半は株式を中心にお話をして、えー、結構お問い合わせがありましてプラチナとか銀とかですねあとはあ海外のオークション状況もお伝えしてまいりたいと思いますはい、えー、さっき申し上げましたけどもアメリカの10年国債の利回りが、えー、いよいよ1%台の半ば1.34%ぐらいまで来ております 1.5を超えていきますとですね株式の利回りを上回っていきますのでちょっと悪影響が出てくる可能性がまあ近々あるんじゃないかなと思いますね。はい、でこれはエコノミスト誌からちょっと借りてきたんですが実質金利がですねすすごく低下してきてきいますこういう計算式がありましてそれに当てはめますと 実質金利はマイナス点あ、マイナス2.4四ということで、マイナス2.4だと、マイナス2.4ですと、本当は為替は80円台ぐらいにならないといけないわけですね。ということで、今はまだドルが割高な状態にあると考えていただいた方がいいと思います。はい。ということで、私は、 1>, えー、1回2回3回上がって2回下がるっていうエリオット波動通りに、えー、99円を1回必ず下回らないまあ上回る円高って言った方がいいんでしょうかまあドルが下がらないと落ち着かないとか終わらないと思ってまして大体いいこのゾーンまあ80円台1回見に行くんじゃないかなと、えー、それも今年あたりというふうに考えておりますはい一方でオーストラリアドルは これはもう大変去年の3月、まあタイミングも極めて良いところでですね、このあたり、72、3円以下で相当ご購入いただいた方が多くて、今も大変、えー、お礼のお連絡が来ておるんですが、ついに83円台になってきています。まあこういう状況から105円までいった過去がありますので、 私は今年はとりあえず90円に向かっていくと思うんですが、もう少し上までですね、行く可能性は秘めてるんじゃないかなというふうに思います。えー、もう一つ、ポンド。これもですね、なかなか買わせって、あの、そのまま予測を当てるのは難しいんですけども、えー、まあ、こういうバッティングゾーンが3回もありまして、137円前後で買っていただいた方がいいですよ、なんて言ってましたけど、あっという間に10円。 円安になっていますまだまだ保有してない方が大変多いので私は160円以上に向かっていくんじゃないかなと感じているわけです、はいえー、一方でテスラなんですが900ドルをつけた後まあ昨日あたり781ドルぐらいまでちょっとズルズルズルっと下がってきてますよねまあここが大幅に上がっています。えー、私自身は 400ドルぐらいに向けて株価の調整が始まるんじゃないかと思っています、まあ、理由を本編2時間でゆっくり詳しくお伝えしますのでどうぞご覧になってみてくださいもう一つアップルもですね2年間ではあるんですがこことここをつないだ3箇所ですね方向性上昇トレンドがどうも切れたような感じがします まだもうちょっと下がってこないと明確ではないんですが方向感がちょっと変わりかかってるかなというふうに感じますのでぜひアップルとかですねテスラをよく見ててくださいはいえー、世界全体の株式に投資をする投資信託まあその他 401K ラップとかお持ちになっている方も多いと思いますが1979年から結構長い間に 一回、二回、三回、四回、今、五回目の上昇ですよね。で、必ずピークつけた後は、何年か、こう、大きく下落する波が来ています。今、現在は、五回目の波じゃないかな、と。42年間ぐらいでの、五回目ぐらいなので、まあ7、七、八年ごとに、こう、波が来てるんじゃないかと思います。ぜひですね。 ちょっとここは一旦利益を確保した方がいいタイミングと考えているわけですね。のの国の株式も同じですウォーレン・バフェットさんバフェット指数から見ますと36年間の中で1回目2回目3回目4回目の日本株式の割高局面に今入っていると思います。 えー、ちょっと GDP に対して140%っていうのは我々のグリーンのバブルの時と全く同じぐらいになってますのでこういうゾーンでお買いいただきこういうゾーンで売却するっていうのがまあ神様の教えですのでぜひその通りしていただけるといいんじゃないでしょうかはいえー、ということで、えー、日経平均もですねこの窓を埋めに行くと思います、えー、3万700円前後ぐらいまで行って えー、昨日3万円ぐらいで終わってるんですがここに窓が明確に開いてますので、えー、どうもこの上半期そっちの方向へ私は向かうと個人的には考えているわけですね。はい、えー、もう一つですねちょっと不穏な動きというか日本銀行の方向感が考え方がですね3月の1819日の金融政策決定会合で決まりそうなんですが金利を これ以上はまあ下げないような流れになりそうな今そんな雰囲気ですねこれきれいにダブルボトムで左右対称形になりそうなのでひょっとすると思わぬ国債の利回り上昇価格下落っていうことが個人的にどうも起こるような気がしますよねこれは不動産にとっても悪材料っていう意味ですお金借りる金利が上がってしまうってことですよね さあ、最後なんですが、えー、海外のオークションでチェックをしてましたら、まあ、すごいなと。1804年に発行されたアメリカの10ドル金貨グレード65プラスディープカメオなんですが、17.5グラムってあんまり重くないんですね。40グラム前後あるのは結構多いんですけど、発行枚数が6枚で、 価格がなんと、えー、6億8000万円で1月24日に落札されています。私、あの皆様に動画で発行枚数が3枚とか5枚とか10枚っていうのを何回もお話をしています。ということで200年ぐらい前の発行枚数が6枚が片方でまだ2 300万円で片方は6億8000万円らしいですからそうなるといいですね。 はい。という形です、はい、で最後になりますが今回はイギリスが前回で今回フランスの集中的なまとめに入ったんですがタネ、えー、をまくゴフラン金貨タネをまくゴフランプラチナカまあこう大好きな私が大好きな、えー、デザインなんですけども、えー、これヘラクレスですねまあこれが次のページ行っていただきますと発行枚数がですねこんだけしかないんですね。 ゴフラン金貨でも1968年、この辺から1985年、まあもうちょっと前後にもあるんですが、ずっと毎年いろいろ発行されてるんですが、合計でこんだけしかない。で、さらに鑑定されてるのが、これ、えー、n g c ですが、両者合わせて200枚ぐらいしか鑑定されてるものがない。ということは、 やっぱり1980年ぐらいの時に、えー、溶かされちゃってんですね。ということで物がない鑑定されてるのが200枚しかなくて私も持ってますし皆さんも持ってたりするとあとは欲しい人が増えると上がるだけですよね。ぜひですねあのー、まあこれは発酵枚数鑑定枚数高鑑定枚数っていうのを今日もまたやりますのでぜひあの希少性の高いものも 分散の一環としてお持ちになられるといいんじゃないかなと思いますはいえー、以上ではありますがぜひ、えー、2時間の本編をですねご覧いただきそれも何か何回かく繰り返しご覧いただきますとですねご自分の身になっていくと思います、えー、ぜひ、えー、資産運用の一助になればと思っておりますのでご覧になってみてくださいどうも引き続きよろしくお願いします